森岡ゼブラは、岩手県森岡市をホームタウンとする社会人サッカーのクラブチーム。東北社会人、サッカーリーグ一部に所属。創部は1957年。日本の文具メーカーゼブラとの資本関係はなく、アフリカのサバンナにいるシマウマを例にとって、どんなに相手が強くてもチーム一体となって向かえば、倒すことができるという趣旨で、ゼブラと命名された。東北社会人。 サッカーリーグに第1回から40年以上にわたり在籍し続けている名門で全国社会人サッカー選手権大会や全国地域リーグ決勝大会にも出場経験がありスポーツ少年団や中学、高校などで監督、コーチとして指導する関係者など岩手県のサッカーを担ってきた多くの人材を輩出してきた J リーグクラブの監督経験もある 三浦都市屋も所属していた経験がある。1988年にもリオカゼブラレディースが発足。1993年その下部組織としてゼブラフレンズが誕生。日本女子サッカーリーグにも選手を輩出している。2007年にチーム創設以来初の二部降格となってしまったが、1年で一部に帰り咲き、2010年には11年ぶりの一部リーグへクラス入りを。 果たしこご復活ののろしをあげた。ありがとうございます。